ナイフの刃人とは、対象を切断ないし切削する、機械要素ないし構造のことである。一般に刃というと、硬質な素材で作られた道具であるが、刃自体は手に持って利用することを前提としない。刃物は、道具として利用するために刃に手に持つ部分を付与した、ものである。刃はそれ自体では、硬質の素材を目的に沿うように形を整えた、もので、 その用途にもよって様々な形状が存在する。くさびを力学的に表した模式図陣は、力学的な視点からすると、対象に対しての圧力を可能な限り細い面積に集中させるための道具であるため、先端部は細く薄く作られる。その基本型は、くさびと同一である。ただ、力を加えた場合に破損しては、意味がないため、用途に応じた補強がなされている。 最も単純な刃の形式は強い張力に耐えるセニーである。ゆで卵やチーズなどを切断するために使われる金属線などを思い起こしてもらいたい。柔らかい粘土の塊であれば糸などでも切断は可能である。ただ、一般にイメージされるところの刃というと、主に刃物に象徴される金属製の薄板で作られた道具である。この金属板は、 薄くなった面を対象に押し当て切断内し、切削する。なおこういった構造を加工によって形作ることを、はずけという。ただし、はずけには、鋼の焼き入れなど、素材の効果処理を前提とするものがある。はずけは精密加工であることから、古くから研磨による加工が行われている。しかし、剥離しやすい性質のある結晶やガラス質の、塊は、砕いた。 切片中に現れる鋭利な角をそのまま利用することも可能で、こういった割り砕いた切片を刃として利用する形態には、惰性石器が上がる。研磨による刃付けでは、砥石など細かく、硬質な粒子が固まってできた物品を利用したり、加工される素材よりも硬質なヤスリで削り取ったりして、成形される。その際に、刃の角度を調整したり、 剣馬物の粗さを選ぶことでその刃物用途に向いた刃をつけることができる。より大量生産に向く様式では、プレス加工で刃の大まかな形を作り、その細部を剣磨で整える方法が取られており、使い捨ての紙ソりや廉価な包丁などに利用されている。形状は大別して、片側だけを加工して刃をつける片刃と左右両側を加工して V 字状に刃をつける両刃に分かれる。なお、 両刃という言葉については、剣状の両側に刃がつく刃物に対して使われる場合がある。この剣状の刃物に関しては、もろ刃という言葉が使われるが、このもろ刃という言葉も V 字状の刃に対して使われる場合があり、両刃ともろ刃の明確な使い分け話されていない。片刃は、刃の角度をより鋭角に作れることから切削に向き、両刃は、 切り進めるときに進行方向をコントロールしやすく、対象物を均等に切断する用途に向く。細かい形状では、刀身の側面を平面上に加工するフラットグラインド、膨らみを持たせた形状に側面を加工するハマグリバ、横面上に加工したホローグラインドなどがある。英語でエッジは刃の実を指し、ブレードは薄い板もしくは刀身を意味する。ありがとうございます。